All right, so I checked the corridor already. It looks like I can't go any further, so there's no reason being here. So we're just gonna go back to the main story, so, or go back to the real world and continue the main story. All right, so actually don't know where I'm supposed to go. Okay, that way. All right, here we go. Enter the central terminal. God damn it, look at that group.城で妙にあっさり返してくれたとは思ったが、それをもってエルシオンの力をブーストしているわけね。ああ、その通り。お、there he is。来たな、トールス七区、リーン・シュバルツ、特務支援官、ロイド・バニングス、元総督。ルーファス・アルバレン、遊撃士たちに聖杯騎士、ヘビ、庭園を抜けた者たち、そして旧管理システム、ラピス・ローゼンベルク、その他の者たちも含めて、そうそうたる顔ぶれが集まったものだ。現れたわね。あれがティーンの偽物。なあちゃんたちのこともエリュシオンとやらの力が気に入らないな。なんだ、鏡の城で会った時とどこか、なんだか胸がざわざわするような。Everyone started crying for some reason. どうしてこんなに？どうしたんですか？風の剣聖さんやマクバーンの偽物とは何かが違うみたいね。新総統はほぼ私と同じだったが、正直仮面の下の面構え以外は出立ちも雰囲気も全く違うはずだ。なのに私たちにはなぜかあなたがリーン教官にしか見えません。あなたは一体何なんですか？言ったはずだ、私はリーン・シュバルさんだと。以前のように名前が、いや、イデアそのものが歪められている。やっぱりそういうことか。おい、ロイドさん、分かったんだね、今回の事件の裏の真実。
エルシオンとその背景にあるものが。どういうことですの？あくまでも事件の中心にあったのはエルシオンという機械知性だ。そこからさらに何かがあるとでも。ええ、文字通り。さすがディテクティブ。本来あり得るはずがないことですが、あそこにいるもう一人のリーン、彼もある意味では本物のリーンに間違いありません。もしかしたらあり得たかもしれない。もう一つの可能性としての、それはもう一つの可能性。一体2年半以上前、あの青の大樹の事件の時の話だが、俺たちはそこである一つの真実を知らされることになったんだ。俺たち特務支援課はかつて死んだことがあるという。うんふん。その出来事は一人の女の子にあまりにも重くのしかかってしまって、女の子は持っていた力でそれをなかったことにしちゃったんだ。それが本当はやっちゃいけないズルだって分かっていながら。キアちゃん、因果を紡ぎ直す力。そのあたりは詳しく聞いたことはなかったけど。そうか、あの教団事件の時の。僕たちも大樹で目の当たりにした真実。はい、そうでした。誰のせいでもねえ、俺たちが不甲斐なかったってだけの話だ。そしてかつてのイアン先生やベルはその力を持ってクロスベルそのものを書き換えようとした。まさか今回の事件は。俺たちが生きている今は無数に枝分かれした道の一つに過ぎないんだろう。そしてほんの少し判断や環境が違えば、因果は全く別物にだって変わりうる。リーンにもあったんじゃないか、そんなターニングポイントが。あ、あの時俺は黄昏の呪いを完全に引き受けて、もしあの時聖獣から大地の檻を授かっていなければ、まさか、まさかお前は。ああ、その通りだ。私はエルシオンが読み取ったリーン・シュバルツァーの可能性の一つ、黄昏の呪いの因果によって紡がれ新たに生まれ出た存在、イシュメルガ・リーンとでも呼ぶがいい。とでも言うべきか。じゃあまさか、まさか本当にイシュメルガだって言うの？いいな、もはや私はイシュメルガではない。ましてやリーン・シュバルツァーでもない。貴様らが辿ることのなかった因果のその先で生まれるはずだった存在だ。あの最終総国の果て、私は灰と共に幻想要塞を飛び去った。大気圏を抜けたどり着いた場所は果てなき時と暗き闇に支配された空間。
そこでリーン・シュバルサーとイシュベルガは溶け合い、混ざり合いながらも互いの存在を抑え込み、否定し続けた。もはや人外と化した体は朽ちることもなく、永遠に繰り返される相克によって己が何であったかすらも忘れていった。それはまさしく完成することなき無限相克とでも言うべきものだろう。そうして果てなき光景の闇をさまよい続ける、それが私と私の行き着いた因果だ。そんな、リーン教官がそんなことに。俺やミリアムも最後までは付き合えなかったってことか。うん、あの時とっくに僕たちは限界間近だった。ほんの少しでも何か一つでも違っていたら、そんなありえたかもしれない可能性をエルシオンは読み取ってしまったんだな。宿っていた底知れぬ悪意ごと。エルシオンは悪意に侵食されて暴走し、ラピスさんを追い出した。うん、そうなんだと思う。礼を言う、リーン・シュバルツ。何？この地で目覚めたばかりの私はなおも内なる無限相克を続けるだけの曖昧な存在でしかなかった。だが共存し得ない因果同士の接触によって因果同士の共鳴と同化が引き起こされ、無限相克の均衡を突き崩すことで私はついに私として存在を確定することができたのだ。リーン・シュバルツァーでもあり、大いなる一でもある、高位の存在としてな。そういうことだったのね。全てはリーンさんの存在を揺らがせ、悪意の存在を確定させるために。しかも僕たちが今この地にいることすら全て手のひらの上のような物言いだね。実際そうなのだろう。エルシオンならば不可能ではあるまい。なんということだ。だが一つだけ予測の範囲外だったこともある。いち早く真実にたどり着いたのがリーン・シュバルツァーでも元管理者でもなく一階の警察官でしかないロイド・バーニングスだとはな。さっきも言ったように似た経験をしていたからな。そしてリーンやルーファスさんたちと協力したことでようやくたどり着いたんだ。きっと俺一人の力だけじゃたどり着けなかったはずだ。ロイド、教えてもらうわ。あんたは結局何がしたいの？聞いてる限りじゃただ計算されて呼び出されただけの存在なんでしょ。なのにクロスベルを、帝国を、大陸をめちゃくちゃにしてまで一体何を。うん、いいなことを言う。言うなクロフォード。私の目的など最初から決まっている。大陸を、この世界を救うことに他なるまい。エリュシオンが私にたどり着いたのはただの偶然だったのか。いや違う、私の汚染を受けたのは結果に過ぎない。その目的は依然変わってはいない。エリュシオンは本能的に求めたのだ。黄昏を終わらせた英雄リーン・シュバルツァーの因果を、そして黄昏の根源であるイシュメルガの因果を、あくまで大陸を統一し恒久平和をもたらすためにな。な、バカな話がめちゃくちゃすぎるだろ。それ
それは今お前がやっていることと完全に矛盾しているはずだ。帝国に端を発した黄昏という最悪は人間の不完全さを悪意を浮き彫りにした。これからも大陸には最悪が降りかかるだろう。そう遠くないうちに間違いなく。ならばその目となるものを今のうちに取り除けばいい。そして悪意の体現者であり英雄でもある私こそがそれを執行するのにふさわしい。エリシオンはそう結論したのだ。そのためのバベル。今回の事件の全てはそれにつながるということか。これがあらゆる事象を演算しうるエリシオンが導き出した答え。この再創生がなったとき人類は次なる段階へと進化するだろう。勝手なことばかり言わないで。エリュシオンの本質はあくまでも観測と演算に過ぎない。自分勝手に結論を出す権限なんてない。ましてやそれを意志や運命みたいに言うなんて。はっきり言ってそれはただのバグよ。手違いであなたを読み取ったせいで生まれてしまっただけのね。ラピス。ユウ言うねえラーちゃん。分かったようなことを。エリュシオンの目的にそぐわぬと切り捨てられた者などに。分かるよ。少なくともあなたよりは。私知らないことだらけだった。テートやクロスベルにあんなにたくさんの人が暮らしていたことも。苦しくて辛いことを乗り越えて一生懸命生きてきた人たちのことも。それから誰かと一緒に食べるランチやスイーツがあんなに美味しいことも。この世界にはエルシオンですら計算し尽くせないものがたくさんある。そんなことも分からず導き出された答えが完璧であるはずがないじゃない。なのに強引に遂行するって言うなら管理者としてただじゃ置かないんだから。吠えるな古き管理者。貴様ごときに一体何ができる。できるさ。俺たちもいる。真実を知った上でお前を見ているといろいろ思うことがある。今ここにいる俺はただほんの少し運が良かっただけなのかもしれない。この変わってしまった髪や目も背負うべき業なのかもしれないって。だからリーン・シュバルツァ、お前をそこから救い出してやる。痛みを苦しみを全て引き受けて大切な人たちとも別れなくちゃならない。そんな呪縛に囚われたままのお前を死と父とたくさんの人たちからもらったものを今度は俺が俺自身に教えてやる。リーン、そうだね。考えてみればめったにない機会かも。残された私たちがどんな気持ちだったか思い知らせます。教官に喝を入れるのも生徒としての役目よね。一緒だねエステル。うん、ずっとつながってる。準遊撃士として歩み出したあの日からリベールだけじゃない、クロスベルや帝国の事件にも関わって大切な人たちと出会って、そうやって紡いできた絆があれば越えられないものなんてない。クロスベル再占領事件の真犯人テロリストイシュメルガ・リーン、不法占拠および大規模テロの現行犯で逮捕拘束させてもらう。それでこの事件は全て解決だ。ええ、もはや迷う必要はないでしょう。警察として支援家として私たちとしての責務を果たすだけよ。
そして元同僚として親友の一人として少年を叩き直してやるぜ、リン。揃いも揃ってザレ事いいだろう。貴様たちが再創生の弊害とならんとするならば、Oh, damn, all right. 手図から教えてやろう。貴様らの因果は、もはや私の手のひらの上だと。大陸統一の礎となって消えるがいい。大いなる救い、再創生を始めるとしよう。Let's do this. Oh, damn. What are you doing here? That's crap. Hello?頼んだ。お任せください。はー、覚悟。今です。即だ。俺の番だな。それ助かります。チャージします。助かりました。I forgot to heal. Unless he took TP. I don't remember seeing him take TP from me. Back. Oh my god.Oh my goodness. You guys weren't supposed to die. Not yet, at least. Oh my god. I'm getting effing wrecked.出るがいい。
ですね。はあ。グランジ。大敵ですね。任せてくれ。任されました。引き受けよう。仕方ないわね。俺の番だな。アークスクド。行きます。エイ。行くぞ。崩したぞ。何の番ね。グラン救護します。ありがとう。行くぞ。せっ行くぞ。キャッさてと、えい行きます。えい。勝てるがいい。大丈夫？感謝。体力低下。すみません。俺の番だな。せっ。行くぞ。た。崩したぞ。Why are you so fast? Literally none of my other characters are attacking.行きます。
せるがいい。Oh no, she died before I can do anything. No, still heal her. Oh shoot, I didn't realize you were gonna do this. God damn it. Oh, if I knew you were gonna do that.
私の番ですね。No, the break board disappeared. oh well.私の番だな。私の番だな。あとはお願いね。あ
とはお任せを。息吹を。はい、ありがとうございます。任せるがよい。はい、我が求めに。させるか。俺の番だな。こう行くぞ。奮い立て。前うなれ。おおラサインゲージ。崩れた。正気覚悟。はっ。罠の間。私の番だな。砕け散れ。行くぞ。はっ。当てるがいい。攻撃差し。There you go。所詮は無駄なことだ。And this obviously isn't the last battle.